海上を航行中の潜水艦は重油機関で走っているが、海中では空気を売ることが困難であるからして、潜航中は二次電池で電動機を動かして航海をしておる。皆が今やっておる実験は、潜水艦の第二の動力である二次電池をよく知るという目的のもとに行うのである。いつも話しておることであるが、潜水艦乗りは沈着機敏であることが大切である。沈着機敏であるためには、潜水艦内を隅から隅まで知っておく必要がある。そのために行う実験である。